一般的には歯科で、ではなく板の方で、CPAP という、医療器具を使って、治療することが多いんですから、この CPAP というのは、鼻 にマスクをつけてですね、寝てる間に空気を、送り込むことによってベロが気道を塞いでいびきをかかないように、空気の、通り道を作るという治療になります。ところがやはり装置が大げさですし、旅行先に持っていくにも大掛かりですし、その装置自体で、空気を送り込むことによって、口の中が乾燥したりとか、バンドを巻いて、マスクを固定するために、顔にそのバンドの跡がついたり、髪の毛が乱れるなどのこともありますので、実際その治療を始めた方でも半分ぐらいの方はそれを途中でやめてしまいます。歯科で行ういびき治療としてはです、スリープスピントというものを使います。これは上下の、顎にですねマウスピースを入れまして、下の顎を、前に出すことによって口の中の、溶石を広げて、空気が通りやすくする治療になります。軽度から中等度の、無呼吸の方でにとってはこの治療で十分に効果があります。この装置自体は小さいものですし、喋ることもできますし、場合によっては水を飲むこともできます。ですから非常に患者さんにとっては継続しやすい治療法となりますので、ぜひ、無呼吸もしくはいびきの自覚がある方は、この治療を受けていただきたいと思います。睡眠時無呼吸症候群というのは、急に寝てる間に、亡くなったりすることはないんですが、昼間にものすごい眠たい、もしくは、睡眠の質が悪いことによって徐々に血管にダメージを与えていって、14年後にですね 40% ぐらいの方は脳梗塞や心筋梗塞を起こすリスクが上がっていきます。そのことによってやはり寿命を縮めてしまいかねませんので、しっかり治療されることをお勧めします。日本ではいびきをかく方は、2000万人ほどいらっしゃいます。その中で睡眠時無呼吸症候群の方は、300万人ほどいると言われています。実際その治療を受けられている方はその300万人の、患者さんの中で、10分の1の20万人から30万人の方しか、治療されておりません。非常に、認知がされていない状況なので、ぜひそのいびき治療をですね、歯科医院で行ってですね、そういう患者様に貢献したいと考えています。